はい、私のこれメールなんですけどね、財布ですね。事業料とに伴うお客様手続き、承認同意、承認同意、承認同意って感じでですね、10月21日からずっとメール来てんですよ。私、無視してたんですけど、すごいですよ。見てください。で、11月11、2、3、4、すごいっす。承認同意してくれ、承認同意してくれってですね。はい、これですね。財布、重要、承認同意。なんでしょうね、これ。とにかくなんか承認同意してくれってことですね。何か知らないんですよ。財布がどうなったかとかは。ですね。で、最後、2ステップで完了しますですね。財布と自分、2ステップ承認同意。ですね、フィスコ仮想通貨取引所に変更になると。財布の運営が変わるわけだ、フィスコに。ああ、そういうことだ。承認組。だってね、私、財布ね、好きじゃないんですよ。ネムコインっていうのを取引したんですけど、70円ぐらいで買ったのかな、ネムの。ある程度。そしたらね、31円とかになっちゃってね、今下手したら17円とかじゃないですか、よくわかんないですけど、それでね、資産半減以下しましたからね、これで。すんごいムカついたんですよ、ネムコインっていうの。これ、うざいんで、意味なく、これ自分のお金取られたとかじゃないですけどね。はい、承認ありがとうございました。事業譲渡に伴うお客様との間の債務及び契約の承継に承諾をいただきましたので、お客様から、法定通貨、引き継ぐね。よかった、お金取られるのかと思いました。よかったです。すいません、こんな、全く面白くもない、ブログでした。今日はすいません、ネタ切れです。はい、ご視聴ありがとうございました。